皆さんこんにちは、あさこです。今日はですね、 SDGs について簡単にお話ししたいと思います。皆さんは SDGs って言葉をもうご存知ですか？まだご存知ない方もね、日本には結構いると思うんですけど、なんかこれはね、世界のね、28カ国を対象にね、調べたところ、なんとね、日本はこの28カ国中28位だったというちょっと残念なね、結果で、確かね、人口の 8% ぐらいしか知らないのかなという結果だったんですけど、私実はもうすごく前なんですけども、何年も前に国連、ニューヨークのね、国連ちょっと研修に行った時に、その国連の中にね、 SDGs の目標があるんですけど、それを見たことがあるんですよ。なんですけど、その時も何のことかなっていうぐらいの、本当にまだまだね、知られてなくて、私もね、見たけど全然ふーんっていうぐらいでね、なんか、あ、今になってテレビとかで見ると、あ、これだったんだっていうような記憶なんですけど、やっぱりね、まだまだ関心がないとね、キャッチができないような、私もそんな風だったんですけど、まあこの SDGs っていうのは、まあ英語の頭文字ですよね。で、 S がサステナブル、 D がデベロップメント、GS がゴールズっていう風に、まあ、言うんですけど、日本語で言うと何かっていうと、持続可能な開発とか、まあ、サスティナブルな開発目標とかいう言葉で訳されていることが多いんですけど、これはね、まあ、17の目標からできてて、で、具体的には169個のターゲットから成り立っています。で、まあね、これ細かく説明するとすごい時間かかっちゃうので、まあ具体的には本当に貧困の問題、飢餓をなくそうとか、水や資源ですよね、海とか、あとは人権の問題だったり、教育の問題とか、まあ、本当にいろいろな項目があるんですけど、まあ、これはね、本当に今は結構注目されているので、ニュースでやったり、本もいっぱいあるので、ご興味ある方は一度はぜひ読んでみると面白いかなというふうに思います。SDGs を達成すると、この持続可能な開発っていうのができるよっていう風に言われてて、まあ簡単に言うと、環境を守って、まあ、人権をね、それぞれ尊重して、あとは経済成長していきましょうねっていうようなことを世界中で目標にしているっていうようなことですよね。はい、それも世界で目指していこう、それが地球を守ることになりますよみたいな感じをイメージしてくれると分かりやすいかなっていうふうに思います。で、これはね、本当に細かく見ていくと、え、こんなのいっぺんにできないよみたいな、もうすごいね、やっぱり世界中の目標なので、すごく壮大な、はい、テーマだと思うんですよ。で、私もね、本読みながらね、え、これでもすごいなんか大変だな、自分が取り組むって実際難しいしなとか思いながら、まあいろいろ考えてたんですけど、やっぱり私がすごく思うのは、私もね、そのエコライフ研究所っていうところで働いてるのですごく思うんですけど、自分がやっぱりできることからやるっていうのが一番だなっていうふうに思います。で、全てはいっぺんにやるのもできないし、その自分の生活が楽しめないっていうのだと、私はもうそもそもこの目標自体の意味もなくなってしまうと思うんですよね。なんで、まあ、自分がこういう情報とか興味あるんだったらね、本当に積極的に調べてほしいと思うし、まあ、それをまた自分の、ね、目で見て解釈してっていうこともちゃんとしてほしいなというふうに思うし、やっぱりそれから生活の中で、例えばじゃあ今日食べるご飯とかがあったら、この食べ物はどっから来たのかなっていうふうにちょっと思うだけでも見え方とか違ってくると思うし、そういうのもね、面白いなというふうには私は思っています。本当に何でもいいと思うんですよね。例えばこうやって着てる服とかでも、これってどこから着てるんだろうな、どういう人が作ってくれてるんだろうなとかでもいいし、ね、そういう本当に日常の中からやっていけると面白くやれるんじゃないかなというふうに思っています。で、この SDGs についてはね、すごく本当に資料がいっぱいあるし、考え方もいろいろなんですけど、やっぱり、まあ、環境全般そうなんですけど、私がいつも思うのは、前の動画でも話したんですけど、やっぱり相手の意見とかってそれぞれなんですよね。いろんな人がいるし、世界を見たらもっとたくさんの人がいるじゃないですか。なんで、まあ、本当に相手がこう思うって言ったことはそうなんだって、別に相手が悪い、その考え方が間違ってるとかじゃなくて、私はこう思う、相手はそう思う、
あなたはそう思うっていう感じで、お互いがね、その意見をね、尊重してね、そういう意見もあるんだっていうふうに受け入れるっていう姿勢がね、まずはすごく大事なのかなというふうには思います。なんでやっぱりね、こういう SDGs とかもそうなんですけど、こういうテーマをね、すごく考えると、一人ずつのね、やっぱり心が磨かれるというか、許容もそうですし、相手をね、そうやって受け止めるっていうことができたら、やっぱりね、そうやってそれぞれがね、理解し合っていくっていうことなので、まあ私はやっぱり環境問題に限らず日常生活とかもね、豊かになると思うので、こういう考え方はね、本当に一度なんかちょっと詳しく調べてほしいなというふうに思ってます。はい、私もまたね、もうちょっと詳しく教えれるようになったら、皆さんにもっとシェアしていきたいなというふうに思います。それではまた会いましょう。バイバーイ。